行くのか。理由を聞かせてくれ。崩壊した秩序が復元しつつある。この引き裂かれた世界がようやく一つとなるのだ。目の前に広がる全てが新たな世界、新たな秩序を構築するだろう。我々の輝きは新たな時代を照らす。あなたのでしょう。我々じゃない。子爵、あなたが必要としているのは私ではないはずです。あなたにとって私は替えの利く使い勝手のいい駒に過ぎない。違いますか。もう命令を聞くつもりなどありませんよ。お前の選択を知りたいだけだ。絶対的な真理を信奉するハリネズミは世界を一つの枠にはめ、体中の針をそば立てていかなる任務も拒絶する。一方、狡猾で気まぐれな狐は時代という本流に身を潜め、目を光らせ世界を転覆しうる不協和音をその身をもって感じ取る。昔あなたに出された問題ですよ。今まさに道は選ばれようとしている。ハリネズミにはなりたくないと。もちろんキツネにも。逃げるのか。あなたの手から逃れるためです。これまで私の選び取った結末は全てあなたに利用されてきました。そう、あなたのような知れ者の踏み台としてね。私の選択に何の意味があったというのです。世界の状況は好転せず悪化もしない。私が何を選ぼうと何も変わりはしなかった。これまでのことについては釈明せず。だが、お前は過去の事実をないがしろにするつもりか。逃避は何の結果も生みはしない。己を憐れむなど臆病者のすることだ。逃避？臆病者？どうとでも言え。金輪際私に近づくな。ここへは二度と戻りはしない。もう一度言う。自己追放、それが私の選択だ。さよなら、子爵殿。お前は新しい選択をするべきだった。お前の前の運命はしかるべきだと言うか逃れられません。一時の脇を楽しむし、我々は目が覚めたのね、指揮官。コーヒーメーカーのそばのテーブルに酔い覚ましがあるわ。酔い？酔い覚ましよ。メイリンが酔った状態で書き記した配合を試してみたの。二日酔いに効くといいけれど。メイリン？一体何が入って？聞いたこともない原材料ね。ええ、それを煮詰めて私に。私はあなたの盾となり剣となる。あなたは私の手がけたものの味を教える。この言葉忘れたわけじゃないわよね。こうなると分かってたら寿命を縮めるような約束なんてしなかったよ。辛っ。なんだこれ、飲めるのか本当に。味はともかくとして効果はてきめんのようね。味はともかく。ああ、この匂いを嗅ぐだけで目が覚める
思いだ。残りは次の宴会用に取っておくとしよう。宴会なんてこの先しばらくはないと思うけど、昨日メイリンのコレクションが何者かの手によって一つ残らず横領され、ギャロリックの歓迎会に使われたと聞くわ。この件の保証についてはいかがお考えなのかしら、指揮官様。このところロレンが開拓計画のピッチを上げに来ている。バリアーグはそこかしこに出没し、生き袋の出現率も上昇の一途をたどっている。任務も一筋縄ではいかなくなった。だから？お金だよ。エルモ号は毎月のように赤字続きだ。メイリンのミーチューに関しては今回の任務を終えてから考えるってのはダメかな。出費がますますかさんでいるわ。テンポよく依頼をこなしていかないことには車体の維持は不可能ね。新たなメンバーが増えたことで状況が好転するといいけど。キャロリックだね。これでやっとネメシスとのコミュニケーション問題が解決できそうだ。そういえば他のメンバーは？メイリンと共にエンジンルームでベクトルエンジンの研修に当たってる。3時間前ドローンによりコーラプスストームの接近が確認されたわ。3時間前、ということは私たちはすでに嵐の中に。あの時はみんな就寝中だったから軌道基地も指定通りのルートを進んでいたの。この辺りはコーラプスストームの頻発エリアなのか？ブリーフからの環境情報にはそんな警告はなかったわね。まったく頼もしい限りだよ。付近の地形図を出してくれ。現在私たちはコーラプスストームへと近づきつつあるわ。逆風方向に峡谷があるけど地形は入り組んでいる。奇襲される可能性が高いわね。ベクトルエンジンは研修中、前進するにはリスクが高すぎる。ここは峡谷へ向かおう。軌道基地の故障確率が上昇してる。全面的な修理が必要みたいね。もう10年ものだからな。この任務を終えて報酬が手に入ったらエルモ号も晴れてオーバーホールだ。今回の任務の報酬少々弾みすぎだとは思わない、指揮官？まあね。しかもグリーンエリアなんていう面倒な場所に行かなくちゃならない。だが我々賞金ハンターは金をもらって仕事をするのが生業だ。きちんと頼まれたものを届けてきちんと家計を回さないとな。この10年間あなたがきちんとした試しなんてあったかしら？なら以前と比べたらどうだ？うん、確かにそうかもね。峡谷の実際の高度と地形図のデータに誤差があるわ。この天気じゃドローンを飛ばすのは無理ね。周囲の地形データ及び現状況に懸念あるよ。このまま進めば敵に襲われる確率が高まるわ。何もないな。ベクトルエンジンの様子は？まだ作業中よ。動力上限を解放し全速力で通過。メイリには次の購買時に酒を数本買っておこう。マル854に峡谷を通過予定。ああ、いようか。
お前、起こせ。おい、おい、し、起きたか。このマーク、バリャードか。やけに大雑把な縛り方をする。ごたくはいい。外のコーラップスストーム、味わったことは？残念ながらないな。ほうほう、運がいい。試してみるか。貴様、何してる？しびれた足をほぐそうとしたんだ。小細工なんぞ無駄で、洗いざらい吐いてもらうぞ。吐くって何を。この2日間酒しか飲んでないんだ。ああ、それと妙な飲み物を一杯。吐くとなるとかなり強烈な匂いだが、いいのか。とぼけるな。さっさとこの薄気味悪いブツを吐けろ。あんたの言う薄気味悪いブツってのは、そこに転がってる箱のことか。箱を開けるのにかけてはバリャーグの右に出る者はいないと聞いていたが。素直に言うことを聞いておいた方が身のためだぞ。このクソったれを開けろ。さもなけりゃ今日が貴様の命日だ。開けるにはパスワードが必要だ。パスワード？ああ、そうだ。お前たちがこの箱を狙う理由を教えれば、パスワードを渡す。理由？バリャーグが貴様のものを奪うのに理由がいるってのか？わかったなら、とっとと金目のものを渡せ。目的は金か。なら取引と行こう。お前たちのいいねを支払う代わりに、私と箱は見逃してくれないか。取引だった？ガラクタ同然の車で何が払えるってんだ。痛いところをつくじゃないか。パスワードを吐け。パスワードは複雑でね、少し時間その足りない頭にも一発お見舞いしてやろうか。やむを得ない時以外、この箱を開けてはならないと雇い主に言われていてな。パスワードなら車の端末の中にある。いい加減にしろ。貴様の車なんぞ役立たずのゴミ人形、とぼとぼとおりコッパみじんだ。コッパみじんか。どこをどう見たらそう思えるのやら。なんだと？ボス！セムス！三峡漂う霧がごとく。なんだ、なんだ、うわっ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 、あそこだ、撃て。はい、警戒。どこ行った？遅かったな。原野の上、嵐より逃れし不可視の物体。ネメシス、今なんて。グローザやキャロリックは、それに
どうしてダミーの素体なんかを。空の燃料タンクに逃げ込んだメイリンを除いて、司令室の私やエンジンルームのキャロリックとネメシスは全員爆発に巻き込まれたの。おかげで素体格納庫は全壊したけど、その後メイリンが私とネメシスのメンタルを運よく残ったダミー素体にインストールしてくれたおかげで、ようやく再起動できたというわけ。メイリンは今ドローンエレベーターを修理してるから、空からの支援はまだ時間がかかりそうね。指揮官、ご指示を。箱を取り返す。人形の護衛なくして指揮官の身の安全は保証できなくてよ。私が護衛を必要としているように見えるか。箱がなけりゃのたれ死ぬのを待つことになる。承知したわ。グローザ、そっちの状況は。タイヤをやられたわ。低速での移動が限界よ。ドローンの救援は。メイリン曰く、エレベーターの修理にかかる時間は概算不可だそうよ。ストームの干渉が強すぎて通信がつながらない。現在の状況はわからないわ。指揮官、もう少し持ちこたえてちょうだい。もう少し持ちこたえた暁には新しい指揮官を迎えることになるだろうな。あれは改造機構。大口径の火砲を搭載してるわ。今すぐ車を離れるのよ、指揮官。ここまでか。
メイリー、ちょうどいいところに。機動騎士の様子は？メイリン、大丈夫だ。コーラップスピースはまた手に入る。とにかく、まずはここを離れよう。ドローンは、あとどれくらい飛べるんだ？無事そうで何よりです。指揮官、なきゃ救助はもらえませんから。万年鏡なら、あと56分は稼働できます。早く乗ってください、指揮官。グローザ、ネメシス、撤退だ。箱も忘れるな。起動基地に到着しました。加工を開始します。皆さん、捕まっていてください。ここでヘマしたら誰も給料を払ってくれなくなるからな、指揮官。これから我が親愛なるエルモ号の整備費用とのご対面なんだ。これ以上物を壊されては困る。道中の邪魔しないでもらえます？はいはい、だま…うわ！いったったった…指揮官、お体が…ただのかすり傷だよ。後でくまなく検査してもらう。メイは？なあメイリー、まだコーラプス放射性物質が体についてるんだ。お帰りのハグはひとまずお預けだよ。何言ってるんですか、指揮官。電動設備と通信設備が壊れちゃってるんですよ。コントロールシステムは何とか持ち直しましたけど、倉庫のパーツは、人形の素体も含めて全部破壊し尽くされちゃったんです。分かってるんですか？新しい設備を購入する資金もゼロ。指揮官、まだコーラプスピースを隠し持ってるんですよね？そうですよね、そうだと言ってください。ちゃんと払うよ。よかった。だが通信設備がイカれたとなると、今すぐブリーフで注文というわけにもいかないか。ああ。ベクトルエンジンはどう？あ、はい。エンジンはなんとか。でもコントロール設備のパーツが足りないので、完全な修復は無理そうです。これじゃ安全移動速度は時速 25km までしか出せません。通信設備の状況は？まず、発信機自体が爆破されちゃってます。車内の非常用システムを用いた短距離通信は可能ですが、信号の強化と転送を行う装置が完全に沈黙してます。ネットワークへの接続と長距離通信は絶望的ですね。修理はできないの？倉庫のパーツも全部吹っ飛んじゃったので。まあ、いろいろと問題はあるが、箱はこの通りここにある。配達は続行可能だ。この任務を達成すればかなりの額の報酬が手に入る。本当ですか？もちろん。今はとにかく通信設備と移動手段の回復に努めよう。大丈夫、なんとかなるさ。この箱、中に少女が。ネメシス、どう見る？炎は四散し、血脈をめぐる霊幻な独裁者の機関。素体を切らしていてキャロリックを起動できないわ。こうしてみると価値があるってこと以外は至って普通の箱だな。どうして動かなくなったんだろう。グローザ、ちょっと近づいてもらえるか。ネメシス、君も。
ローザの問題ではなさそうだ。メイリンだとどうだろう。私と指揮官の共通点といえば人間ということぐらいでしょうか、とりあえず今後の計画を確認するために司令室へ集合しよう。メイリン、安全な場所にこの箱を移したら修理に戻ってくれ。あ、はい、わかりました。指揮官、司令室の準備ができたわ。コンソールに注目して。すべての機能がここに集約されている。車両セルフメンテナンス開始。予定完了時間は08:15。吹き荒れるコーラプスストーム、気象データのエラー、地形図の誤差、任務情報の漏洩、こうも偶然が続くものだろうか。指揮官はこの襲撃に裏があると？間違いないだろう。周辺情報の提供元は購買記録によれば付近のブリーフ支局のようね。タグは一般情報、特殊なベンダーは噛んでいないわ。任務の依頼主は？交渉成立時に匿名ただけ。ブリーフ総局からの斡旋よ。それ以上の情報はなし。この任務の報酬は莫大よ。大勢の賞金ハンターがせめぎ合う中、最終的に私たちが選ばれた。ネットワークに接続できないから新たな情報は得られないわ。状況から見て報酬が多額であることを除けばこれまでの任務と大差ないように思えるけど。まず通信を回復させよう。ネットワークに接続さえできれば物資の補給と機動機種の修復を賄える。それから早く素体を購入してキャロリックを起動させないと。ネメシスの直感は奇妙だけど当たるからな。夜霧を徘徊せし黒き影、先鋭な角。わかった。息袋の群れが接近中。脅威レベル2から3。殲滅しよう。セルフメンテナンス完了。車体損傷率 49%。ネメシスとメイリンが応急処置に当たっているけど、深刻なパーツ不足により修復は困難よ。目下動ける戦術人形は私とネメシスだけ。より高いレベルの息袋が現れるかバリアーグに追いつかれたりしたら対処は厳しいわ。とにかくまずは機動基地を発進させよう。目標は？引き続き目的の座標に向かいたいところだが、この状況じゃさすがに。なんだか昔と似ているわね。ん？あなたが賞金ハンターになりたてで汚染エリアでの任務についていた時、こんな突拍子もない事態に巻き込まれることなんてしょっちゅうだったわ。言われてみれば。あの時とは随分と違って見えるわ。君も随分と、いや、というよりも今の君は昔の君によく似ている。汚染エリアにやってきた時はまだ不慣れでね、何度か痛い目を見て気づいたんだ。自分はもう昔の指揮官じゃないってことに。指揮官は指揮官よ。ブリーフシステムの基礎すら分かっていなくても？
金製品の入った依頼情報をロレン政府の管理部門に送っちゃったせいで1ヶ月間指名手配された話。あれはロレンの公共ネットワークを闇ブローカーの施設ネットワークと間違えたってだけでしょ。汚染エリアの信号が脆弱でネットワークを頻繁に切り替えていたせいだ。誰にでも失敗はある。今はブリーフがいるから助かるよ。闇ネットとロレンネットの通信コードも明確に分けられているし、メッセージの誤送なんてミスは今後。指揮官、ロレンネットワークよ。そうだ、ビーコンだよ。頂上列車の進駐軍が汚染エリアに建てたっていう信号塔があったじゃないか。ドローンが折り返し後、頂上列車上空を通過した。ビーコン軍はそのあたりにあるはず。発進だ。目標ビーコン軍。設備を借りてネットワークと通信システムを修復するんだ。それさえできればあとはなんとかなる。ここ一帯のビーコンは老朽化してるわ。使えるのはこの2カ所だけね。この型じゃ古すぎますね。起動基地の通信モジュールと噛み合いそうにありません。最寄りの浄化エリアのナンバーは W2069 よ。2069だって、目覚ましい浄化効率だな。通信設備は使えそうか。完璧ってわけじゃありませんけど、なんとかいけそうです。中距離間の通信でしたら問題ないかと。中距離か。メイリン、補足可能な全チャンネルに向けて今から言うフレーズを発信してくれ。天候規制、砂漠に澄み渡るセイレーンの歌声。了解です。メッセージを受け取りました。コーラップスピースを捧げよ。アルパゴンは何時のそばに。それと後ろに文字列があります。通信コードでしょうか。あいつめ、通信コードにつないでくれ。おやおや、こんな夜更けに誰かと思えば。ポルドニッツァ。指揮官じゃないのさ。他に誰がこの合言葉を使うっていうんだ。へえ、アルパゴンの洗礼を受けに来たってのかい。いや、ちょうど近くにいた闇ブローカーが君だったってだけだ。なんだい、がっかりさせやがって。罰としてお代は割り増しさせてもらうよ。その、なんだ、お手柔らかに頼むよ。起動基地用のパーツと人形の素体が大量にいるんだ。新しい商売でも追っ始めようっていうのかい。それとも。お察しの通り襲撃を受けてね。家福はあざなえる縄のごとしってね。それにしても悪運の強かったお前さんがしくじるとはね。しくじったわけじゃない。依頼をこなす過程におけるちょっとしたアクシデントってやつさ。まあその依頼っていうのが妙な話で、ここに来るまで思いがけない出来事の連続だった。だけど荷物はまだ手中にある。配達を済ませ報酬をいただいたらエルモ号のオーバーホールを頼みたい。エルモ号ね。待ちな、例の大きな依頼ってまさかお前さんが。報酬が高いという点だけなら確かにこちらの依頼と一致するが。はあ、そうかい、そうかい。その依頼だが、実は奇妙な噂が飛び交っていてね。というと？そいつは言えないね。もしお前さんが物資を引き取るついでに私の悩みを解決してくれたら教えてやらないこともないけど。こちらのドローンと人形はほぼ壊滅状態。動かせる軍用車もたったの1台しかない。そりゃ残念なこった。こんなご時世だからね、配達はできないし情報もただではやれないよ。何かトラブルが？別に大したことでもないんだけどね。先日仕入れた物資を嗅ぎつけて野犬どもが群がってきてるのさ。大した問題のように聞こえるが、
内部のどこからユダが出たのかわからなくてね。まさか共通の敵を持つ日が来るとはな。今日がその日ってわけさ。どうしたんだい、雑音が混じってるよ。起動基地の通信設備が故障してる。今使ってるのは借り物なんだ。そうかい。にしてもひどい雑音だね。とにかく指定した座標に来な。毎度あり。メイリン、物資のリストを整理してこの通信コードに送ってくれ。はい。指揮官、ポルドニッツァというのは？そう、あの頭のネジが外れた給油だよ。物資の種類とクオリティは価格に見合ったものだけどね。その彼女の在庫にはもしかして。物資リストにミーチューを追加、数は10だ。やった、ありがとうございます、指揮官。それから通信装置を固定電話のチャンネルに変更、暗号化に気をつけて。グローザ、ネメシス、物資の受け取りは頼んだ。キャロリックのメンタルコピーを持参するように。了解。ここなら大丈夫ですかね。グローザたちとの通信は？信号は正常です。隊長たちも到着する頃合いですね。よし、繋いで。状況は？座標の位置に近づいてるわ。バリアーグの車両がそこかしこにあるようね。バリアーグ？装備からして私たちが遭遇した奴らとは異なる一派よ。ドローンが接近してる。バリアーグがドローンを攻撃し始めたわ。メリー、ポルドニッツァに繋いでくれ。おや、もう到着したのかい？グローザとネメシスが座標へと向かっている。例の野犬ってのはバリアーグのことか？そうさ、今は突如現れた餌に夢中になってる。少しは時間を稼げるだろう。間に合わないわ。バリアーグが軍用車に近づいてきてる。ここで仕留めておく。おやまあ、さすがは指揮官ご自慢のグローザ隊長だね。だがそう急ぐことないさ。座標の南東に裏道がある。そこからおいで、指揮官。彼女に従おう。軍用車はおとりとして置いていく。了解。降りなさいネメシス、私と来て。いらっしゃい。久しぶりじゃないか、グローザ隊長。悪いね、大したもてなしもできないで応接間を野犬どもに吹き飛ばされたばっかりなもんだから。物資を引き取りに来ただけよ。どこにあるの？渡されたリストの物資は全部揃えてあるさ。ほら、ここに。人形の素体を除いてね。最近素体の需要がやたらと高まってきていてね。 SST 型の戦術人形素体は残り1体のみなのさ。ほら、その先を右に曲がった装備室に置かれてるよ。メンタルインストール用の端末もあるからね。1体だけですって？その通り。他はもう少し待ってもらわないとね。トラブルを解決するまで。そういうこと。殲滅しろとは言わないさ。私を噛まない程度にまで痛めつけてくれればいいだけ。そうすれば素体だけじゃなく、さらに 2% 割引もおまけしちゃうよ。たったの 2%？ こっちは命の危険を冒してなけなしの戦術人形を貸し出すんだぞ。無期限の無料配達サービス付き。決まりだ。グローザ、ネメシス、キャロリックを起動してくれ。戦力増強だ。ネメシスのベストパートナーを復活させる。指揮官、キャロリックが聞いたらただじゃ済まないわよ。気をつけるよ。おい、ポルドニッツァ。なんだい、情報の無心かい？例の奇妙な噂とやらを知りたい。噂ね。まあ役に立つかどうかは私には分からないけど。続けてくれ。あの依頼、もともとは他のやつに任せる手はずだったらしいんだ。
もともとは。ブリーフ、賞金ハンター権益開拓推進協会。奴らの扱う依頼は本来なら対象を指定しないのが普通だ。だがこの依頼だけ甲府時にいくつかのハンターチームを名指しで選出したらしい。こういった依頼は通常だと依頼主がブリーフを通じて賞金ハンターと直接連絡を取り合うものだろう。だけどこの依頼はなぜかブリーフの一般依頼リストからの発注だったんだ。それに引き受ける側に対する特別な指定もなかった。問題はそこさ。指名されたハンターチームにはいくつかの共通点があった。だが依頼が交付されて1ヶ月以内にある共通点が消失し、お前さんの正体だけが唯一残されたってわけさ。ある共通点。ベテランの賞金ハンター、人員構成に難あり、万年赤字続き。それが集められたチームの共通点さ。だが指名されたチームの全てが短期間のうちに解散、合併、あるいは登録地の変更を行ってる。まるで口裏を合わせたかのようにこれまでの活動範囲を一斉に離れたのさ。条件を失ったことで指名リストから消されたわけだ。私たちがターゲットなら直接連絡をすれば済むことだろう。なぜこうまでする必要が。さあね。言っただろ、奇妙な噂に過ぎないって。それに役に立つかどうかもわからないってね。それよりもお前さんたちが選ばれた理由から探した方が早いんじゃないか。活動範囲が条件の一つだというなら、最近その範囲を変更したばかりだ。それまたどうして。特に理由はない。 E2072 付近の浄化がそろそろ終わる頃だろう。近々イエローエリアの範囲内に新たな浄化エリアが作られる。そこを次の活動エリアとして使おうと思っただけさ。偶然の成り行きだよ。となれば相手に目をつけられたとしか思えないね、指揮官。なんたってお前さんに恨みがある奴らの列はここからオデッサまで続いてるんだから。笑えない冗談だ。あ、指揮官。お、ベストパートナーであるキャロリックのお目覚めだね。ベストパートナーですって。いや、そのつまり素体の調子は。まあまあね、前のやつよりかは身軽よ。H の苛烈は必ずや無知によってうがたれる。メモリの足りないゴミメンタルをそんなにも吹っ飛ばされたいわけ。え、処理工作ガラクタはそっちでしょうが。へえ、面白い新人が入ったじゃないか、指揮官。どうやらそろそろ私たちの約束を果たす時が来たみたいだね。ネメシス、キャロリック、この任務は君たちに任せた。はいはい、わかったわよ。純然たる炎、凝結、本質、弾丸でワリアーグの奴らを地獄に突き落としてやるって。それじゃ頼んだよ。それからグローザ。指揮官、作戦を終えたら即座に帰還するんだ。何か異常が。まだはっきりとはわからないけど、物資が届いたら正体を連れてすぐに戻ってほしい。目標達成だね。物資も揃ったことだし、お前さんたちもそろそろ引き上げちゃどうだい。ああそうだ、指揮官によろしく伝えておくれよ。指揮官から伝言よ。伝言？
どうか、どうかアルバゴンの魂がコーラプスストームに飲まれることのないようにって。いいさ、お礼に車を一台貸してやるよ。物資を運ぶのに使いな。ありがとう。レンタル料は取るがね。毎度あり。お前さんたちの指揮官の前途にストームの祝福あれ。ありがとう。キャロリックと言ったね。ん？招待に欠けていた部分、お前さんが加入してくれて指揮官もほっとしただろうさ。キャロリック、ネメシス、物資を積み込むわよ。了解よ隊長。通信設備が回復したらこっちにも一報をくれ。この物資の量、ったくどんだけ盛大に爆破されたってのよ。メイリンが徹夜で修理する程度かしらね。へえ、なら大したことないわね。あいつが徹夜しないことなんてあった？各種物資の数量と重量に間違いは。ああ、車に積み込んだ際に重量は確認済みよ。数は知らない。キャロリック、有利する月、行使、散逸する光。はあ？だったら次はあんたがやんなさいよ。警戒を怠らないで。軌道基地が見えてきたわ。はい、これで全部よ。お疲れ様メリン。早速電動設備の修理に当たってくれ。電動設備はひどいありさまです。修理し終えるには最低でも14時間はかかるかと。機動力の回復が最優先だ。すぐにでもここを離れないと。わかりました。みんなは司令室へ。ここに到着してから今に至るまで機動基地は停止、戦闘要員は全員外出。例の箱だけが取り残されていたわけだが、不思議なことに私たちは無事だ。なぜだ？追っ手であるはずのバリャーグ、何を孫ついている？箱？箱がどうしたってのよ。慣例、駆逐、健康、そして永眠。箱の中に人間が？人間かどうかはまだわからない。だがもし本当に人間の女の子だったら、あの時のコーラプスストームの強度ではひとたまりもなかっただろうな。ポルドニッツァの情報では依頼主の方も怪しかったわね。ああ、こっちは賞金ハンター。金をもらって仕事をするのが生業だ。本来ならな。依頼に関する情報をブリーフから聞き出してみては。通信設備が修復でき次第ブリーフに連絡を頼む。杞憂だといいんだが。電動設備が一部回復、通常走行可能になったわ。それとメイリンからの報告、箱にかすかに動いた形跡が見られたそうよ。すぐに出るぞ。何なのあいつら、敵？やっぱり食らいついてきたか、バリアーグの犬どもめ。メイリン、襲撃よ。司令室へ戻りなさい。これをこうしてシステムを設定と。あれ、隊長？グローザ、奴らを食い止めろ。機動基地を極力浄化エリアに近づける。頂上列車の進駐軍がいればバリアーグも手出しはできないはずだ。了解。各員、作戦準備。もうすぐ W2069-0105 浄化エリアです。指揮官、敵は主力部隊ではなさそうよ。撤退の兆しを見せてるわ。主力部隊じゃない？
規模はあるけど装備と戦力はパッとしないわね。探りを入れているのかもしれない。警戒を続けてくれ。城下エリアに突入後、頂上列車の護衛軍に通行コードを送るんだ。敵砲撃準備。シールド展開。落ち着いてメイリン、大丈夫だから。爆撃の影響で機動基地が損壊。指揮官、どうしましょう。引き続き城下エリアへ。同時に損壊状況を確認。メイリン、我々と機動基地の修理を頼む。グローザは敵の撤退を確認した後、機動基地へと即座に帰還してくれ。どうやら倉庫のお高い箱にはとんでもない機能が隠されているようだ。